こんにちは、豊島区議会議員の小林裕明でございます。区役所の1階でいろんな無料の相談窓口というのをやってまして、たくさん の区民の方にぜひこれを知っていただき、うまく活用していただきたいなと思いまして、ぜひ今回は紹介させていただくことになります。で、今回紹介させていただきます近藤さんでございます。ございます。東京都行政書士会豊島支部所属の近藤と申します。私は池袋駅北口の方で主に移民訪問専門とする事務所を開業しております。私ども豊島支部がやっている無料相談会は毎月第2水曜日1時から4時の間、こちら区役所の1階の方で開催させていただいております。どんな相談でもいわゆる法律に関わるものであれば一応こちらの方に行っていただければ、もし私どものいわゆるその業務こういうことがあるんであれば弁護士等専門家の方にをご紹介することも可能ですし、私どもで可能ないわゆる許認可、外国人に関する法務相続等であればこちらの方でぜひ相談をさせていただいて解決できればと思います。よろしくお願いします。今度は9月の8日 の土曜日になるんですけども、場所が豊島区のこの区役所の裏にあります生活産業プラザの方で1時から4時まで、年金の管理は誰がやってくれるのかとか、あと介護サービスを受けるときはどういうことをすればいいのかとか、そういういろんな相談を無料で受けることができますので、ぜひ9月8日の土曜日に足を運んでいただきたいなと思います。でまたこちらの方で現場今やってるところを少し見ていただいて気軽に相談していただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。